はい、はい、すごい素晴らしい話がこう溢れてたんですけれども誰に対してのこの DVD なのか、はい、一言で言うならばもう何ていうかもう花沢イズムをこうに共感する人だし花沢イズムをもっとこう感じたい人あ花沢イズム感じたい人はぜひご購入いただければなというふうには思います。あとはまあちょっと特典映像とかもね、特典映像とかもね、考えていきたいと思うんですけども、なんか特典なんだろうっていうコメントとかもね、そうですね、ありましたので、はい、なんかこんな特典が見たいとかあればね、あ、そうですね、まだちょっとね、具体的な、まだ固まってないところもあるので、はい、ぜひご意見いただけると、そうですね、はい、嬉しく思います。コスプレ映像とかもいいかなとかね、思ってたりするんですけどね、いいのか悪いのか、いや絶対あった方がいいと思う。ある程度需要はありそうなんですよね、見たいって人いたんで。ね、はい、ということで、はい、2017年の3月15日、はい、花沢さんの DVD が発売に、はいはい、なります、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、買ってください。よろしくお願いします。ちょっとやっぱりなんか張ってますね。ああ、なんか最近妊娠したのってよく言われちゃいます。でも前もそれ言ってましたよね。なんかさらにもう育ってるんですよ、赤ちゃんが。実際はしてないですよね。してないです。逆にちょっと絶望しますけどね。してないのに育ってるみたいな。なんかちょっとね、張りは強いですね。便通は悪くないですか？あ、快便。快便、それは何よりですね。ね、じゃあちょっと取っていきます。琥珀のヒートジェルなんですよ。こうお肌の汚れを吸着してくれるので、うん、美白美肌効果がありつつ、うん、ヒート作用で脂肪燃焼を助けます。うん、はい。ね、大体これ問い合わせがよくあるので言っとくと30分3500円です。お得だと思います。初めて見ました。塗ってるとじわじわっとあったかく感じるようになってるんですが、はい、いかがですか、感じますか？あ、はい、あったかい、はい、これね、最初がこうですけどくびれができるっていうビフォーアフターがね、はい、望ましいですよね、はい、頑張りますね。ちょっとくすぐったかったり痛かったりありますかね。ちょっと痛いんだな、ね、そうですね。あ、でも痛気持ちいいです、うん、このチェルが、はい、滑る感じですからね、そんなに辛さが、はい、じゃあ 両膝をですね立てていただくともっと楽だと思いますので、両膝を90度くらいに深めに立てていただいて、そうですね、こちらじゃあ下げちゃいますね、はい、大丈夫ですかね、はい、はい、ちょっと痛い。脇腹が。定期的に受けた方がスリムになりますか？はい、あ、なりますね。それはやっぱり続けていただいた方が。やります。ちょっと最近撮影のたびになんか死ぬ気で腹へこませるのがちょっと死ぬ気でなんかでも出るじゃないですか、油断すると。あ、そうですよね、へこませる瞬間を男の人に見られるのがなんか嫌で、はいはい、恥ずかしいですもんね。なるほど。あ、でもじゃあずっとこうグッとお腹をなるべく引き締めてやってるってことですね。写真だけは見て。あ、確かに確かに、写真の瞬間はね大事ですよね。こいつ必死だなって思われるのがちょっと。でも死ぬ気だったらもう本当に必死ですよね。
あの背骨に弾力がなくなってますね。この帰りが帰りというかこの膝を右左に倒すのちょっとやりづらい感じあるじゃないですか、はい、腰が張ってますよね。はあ、それって太ったから腰に負担がかかってるそれも多分若干あると思うんですけどそうですね、やっぱこう動かすのが少ないと弾力ってなくなってきちゃうんですよね。座りっぱなしとか立ちっぱなしとかしてると、あんまりこうねじるみたいな動作も ないんじゃないですか。そうですね、電車も必ず優先席譲らないですし叩かれますよそういうのあの叩かれちゃうでも幸い妊娠してるように見えますからねそうですね、ちょっとお腹なんかおととらしくまあまあまあ、まあ、体弱いですもんね実際ね。そうなんですよ ね苦しいんですよね立ちっぱなしは。いやもうその辺のじいさんより全然辛い人生を送ってると思いますそうですよね、まだ25歳ですけどね大変なんですよね大変です病院にねだってね点滴打ったりしてますもんね、はい、行ってね。そうなんですよね。その時は何だったんですか、貧血とかですか。いやなんか、ええ、怪しい食道でなんかちょっと、ええええ、食中毒ですか何ですか。いやちょっと多分量を食べ過ぎて、食べ過ぎで脂っこいものがやっぱちょっとダメみたいで。あーなるほど、わちゃくてるのに食べちゃったそうですねなんかモハさんこうデジャブ感なんであるんですけど前も同じようなこうそう、なんか脂っこいものを食べちゃってって言ってましたねこう痛いって押されて痛いだから、多分ちょっとこう宿便だったりとか、はい、筋肉の緊張だと思います。はい、あ、そうですね。どうしても痛いんで。痛いですよね。そうですね。辛いですか。いや大丈夫です。大丈夫ですか。場所によって違います。はい。海面っていうことなんですけど、ちょっと張りもある感じなので、はい、多分その出てはいるけれども、はい、あの綺麗にそのすっきり出てる感じではなくて、ちょっと残ってるところもあるかなっていう感じですね。あ、そのなんか小出しで1日3回出るんですよ、うん、あ、そうなんですか、小出しなんですか
バッて出ないんですか？出ないんですよね。そうなんですか。ちょ少しずつ出る感じ。はい、食べたらちょっと出るみたいな。漫画みたいな。なるほど。じゃあなんかこう、さっき買い弁当おっしゃったんですけど、はい、そのあーすっきりしたお腹の中空っぽだみたいな感じはあんまりないってことですか？あ、そうですね。なんかお尻のところになんか残ってる感は残ってる感はあるんですね。じゃあちょっと外弁じゃないですよ。残ってるじゃないですか。多分それは、はい、あの腸腰筋が弱いから出し切れないんだと思います、はい、筋肉がやっぱりしっかりグッとこう収縮す連動が良くないと、はい、あの、まあ、あれなんですよ、こう、うまく綺麗に出ていかないですね。なんか、はい、あれですよね、もののけ姫やったらと出るんですよね。もののけ姫をなんか歌うと、なんか筋肉がなんかこう動いて出やすいっていう話を聞いて。あでも確かにその下っ腹に力を入れたりすると、はい、そうですね、うん、そのお腹の活性化にはなると思いますね、うん、歌ったりってすごい酸素も、うん、あの取り込みますし、はい、歌っていいんですよ、すごくストレスもなくなるじゃないですか、なんかこう気持ちよく歌ったら、はい、そうですね、ちょっと出先のトイレでは歌えない。そうですね。あ、その歌うっていうのはもうトイレの中で歌うってことなんですか？出すために歌うんだ。初めて聞きました。ちょっとトイレの中では歌いたくないですね。ちょっと友達がよくやってて、便秘の友達が、これ歌うと出るんだ。超ローカル情報ですね。そうなんですね。あ、ごめんなさい、こっちはね、肩は上げなくていいですよ。こっちの下だけね。はい、すみません。ちょっとお腹音鳴ってますよね。はい、ぐるんって。やっぱね、ちょっとガスが。ガス。ガスがある気配が。そうですね。おならが、なんかやっぱり残ってると、はい、あの発酵腐敗が進むので、はい、あのお腹が膨れますね。張るし、ちょっとこうすっきりしないし、はい、っていうことが出ますね。こんなこと言うのあれですけど、はい、ちょっとおなら臭くないですか？臭いです。臭いですよね。それはやっぱちょっと中で発酵が進んでるから、はい、匂うんですね。どうするおならって出るんですか？おならが出るっていうか、多分あの臭くなくなる。臭くなくなるためにはやっぱきちんと出すことと、あと善玉菌増やすことですね。お味噌とかキムチとかヨーグルトとか、はい、発酵食品取っていただいたり、はい、あと食物繊維ですよね、こんにゃくだったりとか、はい、はい、セロリだったりとか、うん、そういうもの、野菜とか果物とか、そういう発酵食品を食べてると、うん、あの善玉菌が増えるんで、うん、あのお腹の中の働きが良くなって、はあ、はい、おなら臭くなくなりますね。甘いものたくさん食べたりしてません？加工食品とか、そうですね、ラーメン食べてますよね。そうですね。ちょっとああいうものは善玉菌の栄養にならないので、ウェルシュ菌って悪玉菌が増えるんですよ、はい、そうすると、まあ、腸内環境悪くなってますので、はいはい、ガスが溜まっておならが臭くなってっていうような、スカシッペってことですか？いや違います。出るかもしれないですけど。職業柄でも音が出ない方がまだ臭い方がいいっていうのがちょっと、まあ、臭いのは確かにあの映像には分からないですもんね。まあでもやっぱりね、あのそういう人が集まる場で臭くなるとちょっと気まずいじゃないですか。そうですね。そうですよね。だからあのやっぱり食べ物をちょっと気を使われるとっていうことと、まあ、運動することですよね。その、まあ、歌うとかでもいいんですけど、はい、やっぱりちょっとお腹が動かないと、はい、はい、停滞しちゃいますね。
あとももあさんちょっとやっぱり姿勢が良くないので、そうするとやっぱりこう、まあ、さっきイカ水って話も出ましたけど、下がってるってことはそれだけこうスペースがないところで、うん、まあ働きが悪くなっちゃうんですよね、はい、こう伸び伸びスペースがあると動きも良くなるんですけど、こうギュッと詰まっちゃってますと、こう動きが取りにくくなりますので、あ、うん、なのでなんかこう出るものも多分ちょっとずつしか出ないわ、多分そういうことだと思うんですよね。それは絶対改便ではないですね。3回出るから改便だと思った。あ、回数ではないですね、やっぱ出た感触とか、やっぱね、あのお腹内臓もね、癒着を起こしたりだとか、あと目安としてはこれちょっとあんまり大きな声で言うことではないかもしれないですけど、太い便がしっかり出るっていうことがいい健康的な腸の目安になりますね。細い便しか出ないとか、なんかこうちょっとずつしか出ないとかっていうのは結構、ね、腸管もなんかですかね、太さが均一になってるのがいいんですけど、働きが悪かったり潰れてたりすると太い便が出なくなるんですよね。そうですね、あんまり見かけないですそうですね。お腹柔らかくなってきましたね。で結構なんかコポコポ言ってるっていうか、ね、水気を感じる音がするので、はい、水もちょっと水はけが悪いというか、多分ちょっと吸収が悪くて、はい、チャポチャポしちゃって、いわゆる水毒水毒の状態じゃないかなと思いますね。体温が低かったりとか、はい、まあそうですね、このちゃんと汗を出さなかったりとか、あ、汗は出ないですね、っていう人は結構 水毒状態になってて、はい、お腹がコポコポチャポチャポしちゃったり、あの苦しくなったりしやすいですね。水でお腹膨らんでる、ね、でそれも多分ありますね。はい、水はけとかこうその吸収が良くなくて、残っちゃうというか、そのなんか水がむくみに変わっていっちゃう、あ、じゃあ脂肪じゃないってことですかね。脂肪よりもなんかガスとかガス、そんなガスガス水はけの悪さがちょっとお腹あると思います。まあその皮下脂肪もあると思うんですけど、はい、ちょっとね張ってる感じありますのでね。あ、ガス嫌だな。はい、こう